皆さん、こんにちは。ここは京都の伏見という場所です。京都の南にあります。伏見は私の住んでいる場所です。ここは八百屋ですね。八百屋とは野菜を売るお店です。今私が歩いているのは龍馬通りという通りです。ここは坂本龍馬という昔の日本人の名前が付けられている通りです。これは龍馬通りの地図ですね。坂本龍馬の絵が描かれています。これは漬物屋さんです。私はお漬物が大好きです。橋の下に行ってみます。階段を降ります。川が流れています。小さな川ですね。緑がきれいで静かな場所です。釣りをしている人がいます。この川ではどんな魚が釣れるんですかね。これはお地蔵様です。お地蔵様とは、この土地を守る小さな神様のことです。今日の動画はここでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。